どうも皆さんこんにちは、コマフヘです。なんと僕今 HP が1しかないです。まあ今回やっていくのは1ハートチャレンジということで、1ハートでねこの GTAT をやっていきたいと思うんですけども、まあどうしてもダメージが食らってしまうところがあるので、まあねもう確実に効いてしまうところは、まあなんか水とか引いたりしてブロック置いたりして対応してありますということで、早速始めていきましょう。でまず一番最初に始まったら耐性がついちゃうので、でその耐性はちょっとダメージが効かなくなるんですよ。だからそうですね、こう牛乳飲んで、はい、これで開始です。あ、なんかタイムが下に出てる。はい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 、ちょっと待ってね。うっ、あぶねえ。危ねえ。ゆっくり行きましょう。いやもうあそこに突っ込んだ、あそこに突っ込んで、誰々が何分何秒でゴールしましたっていうカウントが出た瞬間にもうおしまいなんで、出た瞬間、出た後にね、死んじゃっても、全然、もうクリアですよみたいな感じのルールでやっていこうと思います。ということでね、怖いな。あー、ぶねーミス許されないですからね、このアイテム。アイテムじゃねえよ。この HP。一応、1あるんで、半ライフ、なんだ一回、危な一回落ちても大丈夫なんですよ、この HP って。うん。高さにもよるけど。はい。これは怖いな。これ怖いな。おっしゃ、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 おっしゃ。はい。皆さん、暑いのでね、気をつけてくださいね。気をつけてくださいね、つって。あ、もう1分経ってますね。やばいやばいやばい、ここやばい、ここやばい、ここやばい。ここやばい、ここやばい、危ねえ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 。実はですね、僕結構ですね、あー、危ねえ。家に帰ってきて、もうガンガン冷房効いてるのすごい好きなんですよ。これ暑いところからめっちゃ涼しいところに行くっていうね、あれが好きなんですよね。まあ関係ないけど。ですですね、でですね、これですね、なんとマグマブロックって端が効かないんですよ。だから、これギャンブルなんですけど、来た来た来たー、オッケーです。今のはね、ファインプレイですよ。本当に、ああファインプレイ、何が今のファインプレイですよっつって調子乗ったね。調子乗りました。はい、調子乗っちゃってやばいっすね。なぜそこでミスるっていうところでミスりましたね。ちょっと息するように進んでたら普通にやばいっすねこれ。で、この次の、あそこ？あ、違う。これ全然違うところだわ。失礼。失礼。ほっ。まあね、夏休み。結構ね、なんか、まあ入ってる人もいるんだけど、まだ入ってないというか、これからって人も多いらしいですね。で、このサボテンは絶対クリアできないので、サボテンを、ちょっと石ブロックにさせてもらいます。あぶねえ。高さ的にね。で、これも、ちょっと降りると、必ずダメージ食らってしまうということで、あそこにブロックをさせてもらいます。たっ！オッケー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 。ふっ！ふっ！よいしょ。こんな感じで。うん。これがないとダメージ食らっちゃうんでね。これは、正直、あそこにサボテンがあるので、あそこの前で降ります。そうですよ。ちょっと前の隠しルートやった時に船使ったから、ちょっと船さばきが上手くなった。この間を、すり抜けるようにジャンプ。はい、危ねえ。怖え。うん。実はですね、この HP になってんのは、この僕がつけてる帽子のおかげなんですね。だからこの帽子外したら HP 増えるんですよ。すごいよね。さすが帽子の力。はい、はい、はい、はい。そう、今週はね、ずっと暑いらしいんで、そう、皆さん気をつけてください。冷房とかガンガンつけちゃってね。うん。涼しい。涼しい。涼しい。はい。で、これは、下ルート、中ルート、上ルートってあるんですけど、どっちもね、ダメージ食らってしまうので、中ルート、上ルートは、下ルートに行ってみたいと思います。ここはうまくいったら食らわないです。でもちょっとね、一応猶予があったんだけど、もう俺、半ライス！あ、危ねえ。半ライフだ。そうだ。似てると思った。そう、半ライフしかないんでね。あと、このツタも、ちょっと登りすぎると、降りるときにダメージ食らっちゃうんでね。こんぐらいが一番いいんだよね。オッケー！くね！はい。はい。
はい、オッケー、怖えーなーマジで。落ちたら終わりっすね。うっ、あっぶねー、おおおお、危ない危ない、うっ、はぁ、落ち着け、ここスピードだからな。やばい、つまずいた、あっぶな。やば、アクション映画かよ。激しいわ。ちょっと待って、これ横行って、結構ね、俺いいところまで来てるんですよ、実はこれ。あ、こっからすっげえむずいんだよ。マジで、マジマジで。マンジで。ちょっと待って。ここがね、むずいです。ここね、普通に行くとダメージ食らっちゃうんで、こう、そう、こう走りながら行くと食らわないんですよ。はい。よかったですね。完璧だ！よし、ここ一回も落ちちゃダメだからね。赤、青、黄色でしょ。いきます。落ち着け、落ち着け、いきます。赤、青、黄色、あーはーっと、とととととととぶねー。あのね、まあ最初のはね、練習ってことにしてください。俺このチャレンジすげークリアしたいんだよ。そう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 、そう、あれはね、練習ということで、本番ですよ。本番。そう、誰も最初のは本番とは言っていない。ちょっと待って。そう、さっきはね、すげえもったいないダメージを受けて、ここに来たんで、今回は無傷で来れたんでね。そう、さっきのところでちょっとミスっても、まあ、なんとかなるんじゃねみたいな。っていう感じでね、満身ですけどね、行ってみたいと思います。今度こそ大丈夫だから。うん。みんなに新しいところを見せられるといいなということで、ちょっとこのアイテムの切り替えですね。うん。頑張っ、え、ダメージどこで食らった俺今、ええ、お、謎のダメージ食らったんだけど。嘘。今ダメージ食らうとこあった？全然見てなかったよ、気づかんかったよ。え、マジか。まあ2回目だからこれぐらいしないとね、申し分ねえだろうみたいな。このアスレの神様からの、あれですかね。まあいいや。まあいいや。はい、ということで、ちょっとね、宅急便が来まして、相当なロスをしちゃったけど、いきます。ここさえクリアできれば。赤、青、黄色、青、赤、赤じゃない。よしよし、落ち着け。来た！よし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 、完璧だよ。ここも落ちたら、ここは落ちたら普通に死にますね、マジ余裕で。あ、石、石、もう一回、石、押し、石押して、石、はい、もう一回押して、ラスト、よし、よしよしよし、ここはですね、ちょっとせこい手使っていきたいと思います。よし。はい。あ、ジャンプが、ジャンプが効かない。いや、大丈夫だ。これだけ置ければ十分ですね。いきます。ここ。で、ここですね、どうやっても、この金ブロックを置いたらダメージが効いてしまうということで、石ブロックを置かせていただきました。はい、ということで。あ、今終わったって思った、一瞬で。はい、はい。お願いだ。いやー、なんか俺、この半ハートもったいないな、マジで。やっぱ思い返すともったいないな。ちょっと、後で編集でよく見てみますね。このどこでどう食らったかっていうの。ふっ、よし、よし、ここがまあまあまあ、ほっ、はい、完璧で、上げて乗って、はい、はい、ここだ、完璧。トロッコはね、これ大丈夫だっけ、落下ダメージ。いきます。これ実は得意になったんですよ。きた、おお、本当に得意になってる。ちょっとね、分かった、向く方向が。まあ、このレーザーはまあ引っかかってもダメージが食らわないんでね、いくらでも引っかかっても。よし、ここで、はい、完璧なタイミングで、ここですね、ここもまあどうしてもダメージが食らってしまうというところがあるので、ここはね、ちょっと半ブロックを積みさせて。ちょっと待って、日本が出てこなかった。あれ、ここ大丈夫？あ、大丈夫だ。で、はい、ここはちょっとね、どうやっても無理だったんで、水を引かせていただきました。ほっ、そう、だからここは簡単になってるかな。はい、で、ここも水引いてね、ダメージ効かないようにして。来たぞ来たぞ来たぞ、
みんなが楽しみにしていた最後のところまでまだ来てねえけど、待って、これね俺苦手なんだわ。おい、超えた。この石ダメージない、完璧。次のレーザーもダメージがない、ない。はい、こっちじゃない、こっち来んな。オッケー、これはあとエリトラやるのみだ、楽しみだ。よし、ここで全ての俺の人生が決まる。まあ、あのさっき言った通り確認しとくとですね、あの風兵がタイム何秒でクリアしましたっていうタイムが出たらもう僕の勝ちです。もしタイムが出ないままどっかの壁に激突して死んじゃったらもう俺の負けです。まあ、ちなみにこれ負けたら、違う、死んでしまったら即終了です。みんな見てるかなって、いきます、ロケット花火で。これで一回 500m がちょっと結構際どい位置にあるんで外に回りますと言いつつ、これギャンブラー風早選手はこの500の間を通っていくギャンブラーすぎる。そしてタイム出ろ、タイム出れば俺の勝ち、タイム出なきゃ俺の負け、勝て